交通の便が良く、岐阜県の玄関口としても言われる町。寒い時期、今が旬の徳田ネギが特産品として知られています。そんな岐南町である人気のスナック菓子が作られているんです。あー、これ大好き見たことある。大好きです。好きです。なんだっけ、カニチップ。あ、そうそう、カニチップです。カニチップカニチップ、めっちゃ好きです。そう、東海地方出身なら一度は見たことがあるはず、カニチップ。創業60年のお菓子メーカー春屋が作っているんです。約40年くらい前に、製造を開始したんですけど、発売当初は本当売れなくて、父と母が試行錯誤して味の改良とかして、で今に至ってるんですけど、ここで特別にカニチップの製造工程を覗かせてもらいました。まずこれは揚げる前の米粉やカニなどを練って乾燥させたもの。これを高温の油の中へ一気に投入。すぐにぷっくり膨らんでおなじみの形になります。そしてカニチップの味の決め手となるカニパウダー、日本人が好きな味付けに最終的にたどり着いたって母に聞いてて、改良した後からは味付け変えずに今までやってます。東海3県を中心に販売していて、今では年間10万袋を出荷しています。根強い人気のカニチップですが、実はちょっと珍しい商品もあるんです。バチッキュー。ここでクイズです。カニチップにはあまり知られていないレアな商品があるんですが、その特徴は何でしょう。 A チョコがけ、 B 味濃いめ。正解はどちら？ B 味濃いめです。その名もスーパーカニチップ濃い口。気になる。味付けのパウダーが通常のものとは違うものを使ってまして、より濃さを感じられると思います。どれくらい味が違うのか番組スタッフが食べてみると、これ食レポ難しい。本当にめっちゃ濃いです。風味も強くて、通常のやつと全然違います。どこで買えるんですかっていう声をよく聞きます。きっとどこかで買えると思うので発見してみてください。濃い口は東海エリアのセリア、青木スーパー、マックスバリュなどに置いてあることが多いそうです。